問いの17、均等放射の点光源があります。全光速は3000ルーメンです。図のように配置しています。こちらですね、水平面の点光源の距離ですね、2メートルになっていて、A と B の距離 1.5 メートルになっています。A 問題、平均高度を求めようとなっています。平均高度っていうのは全光速割る立体角で求めることができます。全光速はすでに3000と与えられてますね。立体角は点光源、急光源の場合は 4π と覚えておいてください。平均高度は 4π で 238.8。239の2番が答えとわかります。平均高度っていうのは距離にとらわれず一定な値となっています。続いて B の問題。B 点における水平面照度の値を求めてくださいと。照度は平均高度割る距離の2乗で求めることができます。B 点におけるなので、この距離を求めてあげる必要があります。この距離は、ルート括弧2の2乗たす 1.5 の2乗、三平方の定理によって求めることができます。そうすると、4たす 2.25 イコール 6.25 のルートになって 2.5 とわかります。ただこちら求めれるのが、この方向の照度になります。まあ実際には B 点でなので、こういう当たり方になるんですね。まずはこれを求めます。平均高度239、2.5 の2乗。こちら 38.24。まあ、38.2 ですね。水平面の照度と言っているので、B 点のこの水平面に対して当たるのは、この方向になりますね。なので、この角度、θ とおくと、38.2×cosθ。これで水平面照度を求めることができます。cosθ っていうのは、2.5 分の2でも、イコールとなります。なので、38.2÷2.5×2 によって 30.56、3番の31が答えになります。以上で終わります。